マーシュランドは2014年にスペインで制作されたスリラー映画。監督はアルベルト・ロドリゲス。題名はラスマリスマスを意味している。スペインでは2014年9月26日に公開された。2014年2月の第29回、ゴヤ賞では作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞など10部門で受賞した。 日本では、クロックワークスが配給し、ワールドエクストリームシネマ2015の一部として、2015年10月17日から、東京都渋谷区のヒューマントラストシネマ渋谷で公開され、11月14日から、神戸市のチネマ神戸で、12月5日から、沖縄県中上郡茶団町の三浜七プレックスで公開された。 グアダルキビール川川口部の湿地帯1939年から1975年まで続いたフランコ独裁体制の爪痕が未だに残っている1980年のスペインアンダルシア州にある小さな町が舞台である首都マドリードからラスマリスマス近くの町に左遷された刑事のペドロは町の祭礼中に強姦されて殺害された二人の少女の事件を捜査する ペドロは、ベテラン刑事のフ安ンとコンビを組み、過去にも似たような少女の失踪事件が起こっていることに気づく。二人の捜査方針の違い、貧困、差別、汚職、小児性愛、麻薬密売など多くの問題に行く手を阻まれながら、ペドロとフ安ンは、冷酷な犯罪者と対面する。ABC 氏の批評家であるパブロ・パソスは、 マーシュランドを2014年最高のスペイン、A、映画の一つと絶賛し、社会政治学的な伏線を持った息が詰まる警察物のスリラー、A、映画と定義している。また ABC 紙のパソスは2014年にアメリカ合衆国で放送された刑事ドラマ、トゥルーディテクティブとの類似性を指摘しているが、マーシュランドの撮影はトゥルーディテクティブの放映より前に開始されている。 2014年9月のサンセバスティアン国際映画祭では作品賞を含む4部門にノミネートされ主演団優勝など3部門で受賞した。第2回フェロス賞ではドラマ部門作品賞や監督賞など5部門で受賞した。2015年2月の第29回ゴヤ賞では主演団優勝にはラウール・アレバロとハビエル・グティエレスが揃ってノミネートされたほか、 延べ17部門にノミネートされた。作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞、新人女優賞、作曲賞、撮影賞、編集賞、美術賞の10部門で受賞した。ありがとうございます。